マーガレット・オカヨは、ケニアの陸上競技選手、ニャンザ州、キシー・ケンマサバ出身のキシー族、ボストンマラソンをはじめメジャー大会で4勝を挙げるなど、マラソンで成功を収めた選手である。オカヨは9人兄弟の5番目の子供に生まれた。プライマリースクール時代の13歳から、陸上競技をはじめ、1993年にセカンダリースクールを卒業した。 ナイロビエ協を移した後、1995年に刑務所職員として採用され、ケニアのトップランナーとしてのキャリアを歩み始めた。コーチのガブリエル・ローザにより、素質を見出されて、フィラに所属した後は、1年のうち数ヶ月間ブレシアに滞在して練習を重ねた。1998年コモンウェルス・ゲームズ1万メートルで5位に入賞し、1999年世界。 ハーフマラソン選手権で13位となった。岡カはニューヨークシティマラソン、ボストンマラソン、ロンドンマラソンのメジャー大会で4勝を挙げた。このうちニューヨークシティマラソンでは2001年に2時間24分21秒の記録を残して優勝し、1992年にリサ・オンリー駅が樹立した大会記録を19秒更新した。2003年にはキャサリン・ヌデレイバー、 ローナキプラがトラを破って2度目の優勝を飾り、自身が持つ大会記録を2時間22分31秒まで縮めている。岡カはミラノマラソン、ロックンロールマラソンでも優勝を重ねたが、女子マラソンケニア代表として出場した2004年のアテネオリンピックは途中棄権の結果に終わった。ハーフマラソンでは2003年のユディニハーフマラソンにて優勝し、 2008年のローマオスティアハーフマラソンで3位となった。ありがとうございます。